これほどゴルフが普及しても、まだワーゲンと聞けばカブトムシを連想するファンは多い。だから1994年のデトロイト賞に懐かしのカブトムシを模したコンセプトワンが出品された時、会場は大騒ぎとなった。すぐ生産化が決定し、1998年ニュービートルをデビューした。ニュービートルの中身は元祖と全く違う。昔は空冷のリアエンジンがトレードマークだったが、今度はゴルフ4のメカニズムを全面的に採用したため、水冷横置きエンジンの FF なのだ。ベースモデルのエンジンは117馬力の2リットル直列4気筒 DOHC。 往年のビートルらしさはインテリアにも再現されていて、懐かしいのに古臭くないというポップな感覚に体験できる。痛快なのはそんなニュービートルでワンメイクレースまで始まったことだ。ヨーロッパや日本など国ごとにルールは異なるが、たくさんサーキットで競り合えば可愛らしさが何倍にも増幅される。それがまた人気を煽るから、その後ニュービートルには150馬力のターボやカブリオレなどバリエーションがたくさん追加されたのである。その極致が250台のみ限定生産された RSI だ。ユーモラスなニュービートルの姿をしているのに、タイヤは太いし、リアにはウィングもあるし、本来のビートルとはどこか雰囲気が違う。それもそのはず、この RSI はゴルフのホットモデル R32 と同じ 3.2 リットル V6 を積み込んだ 4WD 仕様。そのパワーは最高出力228馬力、最高時速は247キロにもなる超ド級ビートルなのだ。こんなモンスターが作られることこそ、ニュービートルが単なるレトロカーではない証拠である。